どうもこれです。僕は今沖縄の北谷に来ております。今日はですね、後ろに見えておりますこちらレクー沖縄北谷スパ&リゾートというホテルのレビューをしたいと思います。皆様レクーという、ホテルご存知ですかね。多分多くの方知らないと思うんですが、というのも2020年にできたばかりのホテルブランドになります。ベッセルホテルズというホテルチェーンを皆さんご存知ですかね。ベッセルホテルというホテルチェーンが出している1ブランドがこちらのレクーというホテルになります。で、レクーというホテルが今回、沖縄の北谷に2020年初めてできたということでね、こちらのホテルなんですが、比較的リーズナブルな価格でありながらも非日常感、リゾート感を味わえるホテルということでね、中にはプールや大浴場といったものもね、あるみたいなので、ではね早速中の方入って、ホテル紹介していきます。見ての通りね、アメリカンビレッジの近くというかもうその中にありますんで、ご覧のようにねとてもカラフルな、感じの街中の中にレクーと、ホテルがあります。はい、それでは早速中に入っていきます。あ、目の前にはクリスマスツリーがお出迎えですね。11月ということでね。はい、でこちらが落ち着いてる感じですね。ソファーがたくさん並べられていて、受付のところにもこうやってくつろげるスペースがありますね。はい、でね、ロビーの近くなんですが、こちらね、なんとウェルカムドリンクというものがありまして、14時から21時までということで、コーヒーであったり、こちらはシークワーサージュースですね。あとね、ウェルカムアイスキャンディーまでこうやってありますんで、ね、こういったサービスはとてもありがたいですね。こちら側はなんか本とか、ね、そういったものも置かれておりまして、奥の方にもソファーがありますね。そして、受付のチェックインのところにはね、こんな軽い売店といいますかね、ちっちゃなポーチとかミニバッグとか、そういったものもこんな感じで商品としてね売られておりますね。シャツもありますね。はい、ではお部屋は5階ということでね、上がってきました。お部屋の方に向かっていきましょう。こっちかな。廊下はこんな感じですね。とても落ち着いた感じの作りになっていましてね、カーペットはブルーですかね、を基調としております。はい、それではね、早速お部屋の方を紹介していきます。今回予約したお部屋はね、スーペリアルームになります。では入ってみます。はい、それでは入りましょう。よいしょ。はい、ということで、カードキーを挿すところがあって、でこれで電気がつきましたかね。はい、ということで、まず奥のお部屋から見ていきます。はい、こんな感じとなっております。いや、やっぱり新しいホテルなだけあってめちゃくちゃ綺麗ですね。でね、この白い壁と下カーペット、そしてベッドの奥の方ね、ブルーになってますね。アクセントカラーが、青になっていてね、これは海をねイメージしてるんでしょうかね。とてもいい感じの雰囲気じゃないですか、はい、モダンな感じの、作りになってて、ベッドの後ろはね間接照明とかがあってね、とてもおしゃれです、ね。でね、それなりに広々としてますよ。まあ一人だったらもう余裕すぎますし、二人でもね、全然こっちの方ね、スペースありますんで、スーツケースとかもね広げられる余裕がね十分ありますね。いろいろ見ていきましょうか。まずこちらね、大きめのテレビがねついております。壁掛けタイプでね、こんなところにもコンセント USB ありますね。で時計かな。でこっち側、これがいいですね。めちゃくちゃ大きめのソファーがねあります。もうベッドにできそうなぐらいのねサイズ感がありますんで、ここでね思いっきり横になって、リラックスすることができそうですね。こう奥のね景色眺めたりしながらね、はい、いい感じですよ。ベッド脇をまず見ていきましょうかね。じゃあこっちの方はね、こんな感じです。USB とコンセント。まあさすがにね、新しいんで、USB もついてまして、モダンな作りです。で、こっちもね、またコンセントと USB があちらの方にもあって、ね、めちゃくちゃ機能的ですね、この辺はね。ミニテーブルとかもあるんでね。で、こっち外見てみましょうか。で、2つあるんですね、鍵がね。よいしょ。はい、こんな感じです。あー、いいじゃないですか。これ奥の方ね、海が見ての通り、ほら、海のもこうやって望めまして、こちら側ヒルトンホテルがね、あるんですね。いや、ヤシの木もねあの辺にいっぱい生えてて、
南国って感じですね。でこちら側ダブルツリーバイヒルトンがあって、アメリカンビレッジもあいいじゃないですか。見えますね。いい感じでね。ほらこっちの方が観光地のショッピンググルメを楽しめるアメリカンビレッジありますね。でこの目の前にある大きい建物がちょっと名前忘れましたけどね、比較的最近できた商業施設建物みたいですね。いやかなり異国情緒味わえますよこれね。こっちはどう考えたってちょっと日本とは違う感じのね、カラフルなアメリカ西海岸っぽい雰囲気が出てますね。一応オーシャンビューですね。海が望めるんで、ベランダもいい感じでめちゃくちゃ広いです。スペースがあります。はい、では中の方にもう一度戻ってきて、こっちの方がまだ紹介してませんね。空気清浄機、ゴミ箱等があって、この辺は机でミニ鏡もありますね。でこの辺にコンセントとで、丸い感じでね、洗面台もなかなかいい感じのおしゃれな作りになってます。これ丸い鏡になってますね。で、こちらがポーラのハンドソープがあって、コップとかアメニティがもうぎっしりとね、敷き詰められております。でこの辺にスリッパがあります。でこの中はドライヤーと、これは寝具ですね。寝具があります。あ、ズボンがあるタイプでね、これはいいですね。僕は浴衣よりこっちのズボンがあるタイプの方が個人的には好きなのでありがたいです。そしてパナソニックのドライヤーです。はい、そして下は貴重品ボックスとなっております。でね、脇にもこれスイッチがあって、これを押すとほら間接照明で照らされてね、とても明るくなってまた雰囲気が良くなりましたね。はい、ということでこちら側ハンガーがあって、ここはミニバーになってますね。無料のミネラルウォーターレクって書いてるやつと、まあ、コーヒーとかお茶とかコップもね、グレーでとても落ち着いた感じですね。で、これほらケトルいいですね。このブラックなやつ、これ普通に個人的に家に欲しいやつですね。これね、いいの使ってますね。おしゃれです。この辺は、ケーブルか、すごい。携帯の充電がねできるセットが、これケーブルが準備されておりますので。そして下が冷蔵庫ですね。はい、こんな感じとなってます。はい、で最後にバスルーム見ましょうかね。こちらですね、バスルームは、こんな感じで、ユニットタイプのとてもシンプルな作りとなっております。はい、こんな感じですね。ポーラのアメニティが使われていますね。はい、いやちょっと一人では贅沢すぎる、とっても落ち着いた、ね、内装と広さ設備でしてね、ここのソファーでちょっと、ぐだりましょうかね。これはリラックスできそうなお部屋であります。ではここで今日一泊します。はい、今回のお部屋スーペリアルームということでね、1万円を今回は切る価格で予約できたんで、リーズナブルな価格でね、こんな立派なお部屋は良くないですか。で、チェックインの時にね、こんなのもらいました。北谷町三浜アメリカンビレッジの、マップとかね、ガイドとかそういったもの、そして、こちらのホテルに泊まっているといろいろ割引が受けれるよっていう紙もねもらってね、まあお店によっては何パーセントか会計時に割引とか、ね、ドリンクサービス、アイスサービスとかね、そんなものがありますね。もうすぐそこがアメリカンビレッジなのでね、すごくグルメとかしやすくてそれもいいですね。はい、そしてね、こちらのホテルはお部屋のみならずね、上の階にプールとか大浴場とかね、カフェバーとかそんなものもありますのでね、これからでは紹介していきたいと思います。はい、8階にやってきましたが、見ての通りね、大浴場、パブリックバスとプールとカフェ&バーがあるということでね、いや雰囲気めちゃくちゃいい感じですよ、ね、まずこちらがパブリックスペースですかね。ソファーが たくさんね、並べられていて、ここでもリラックスができそうですね。さあ、そしてプールの方に行ってみましょうか。はい、ではプールのエリアに来ました。いやこの左右の、ね、観葉植物もいい感じです。いや素晴らしい雰囲気ですよ。見てくださいこれ。まずね、ここにあるのが天然温泉なんですよね。北谷温泉といってね、温泉にもここでなんとプールですが、体が冷えたらねここで温めるっていうところでね、はい、いいですね、温泉があるのはね。で、こっち側がまずキッズプールですね。ちょっと浅めのキッズプールがこんな感じで、ね、いや白壁がいい雰囲気出してますね。はい、でこっちの方にソファーとかがあって、こちらねビーチチェアもついている、ここがメインのプールになりますね。はい、こんな感じで、いやーいいっすね。奥の方にはねこれアメリカンビレッジのねいい感じの洋風な雰囲気が漂っているのに加えてね、こっち側には海が見えますんで、インフィニティープールですねこれはね。ダブルツリーバイヒルトン
これも新しいホテルなんですけどね、見えますし、こちら側にはヒルトンホテルもありますね。まあ、こっち手前側にもね、ビーチチェアはございまして、はい、こっち側さらに見てくださいよ。ほらね、ここね、真ん中にね、こうドリンクとかを飲めるスペース、ここもそうなんですけど、ほらこっち側にね、プールの中にも椅子があるんで、ここに座ってお酒片手にね、楽しむこともできるエリアとなっておりますね。ここはまあ間違いなくね、インスタ映えを狙って女性の方とかがね、写真を撮りそうな感じがしますね。はい、で、まあ建物が前にあるんですけど、これね、実際使った時の目線としてはこんな感じで、ほら完全にインフィニティな感じになりますよね。ちょっと後でまた入ってみようと思いますがね。はい、そして、こちら側なんかね、ほら塔みたいなのがありますけど、奥の方にはチェアが、ソファーベッドがありますね。この辺にもくつろげそうなソファーありまして、でここね、階段があるんですよ。これ登れますよ。ちょっと登ってみます。でこちら側にほら完全にアメリカンビレッジがね、一望できる景色となっております。いやー、やっぱこの辺雰囲気いいっすね。ちょっと異国情緒を味わえるというかね、まあ、アメリカンな感じで、ね、普通の沖縄の他のエリアとは全然違う感じの雰囲気がありますね。 あっち側は観覧車もあるんですね。さあ、そしてなんとね、この上にほら見てください、ジャグジーのプールがあるんですよ。今ちょっと泡は出てないですけどね、ここからの方がやはりもうちょっと高くなってね、いい景色となりますね。ちょっと高所恐怖症の人は若干怖いかもしれないですけど、ね、僕はまあ高いところ別に大丈夫なんで、ね、こんな感じで眺めることができますね。いやー、すごいですね、至れり尽くせりですよ、ここのプールね。はい、ではね、今11月20日ですけどね、28度もあるんでね、全然暑くて入りそうなんでね、せっかくだからプール入りましょうか。よし、じゃあ入ります、ね、ここの浅瀬から。あー、やっぱちょっと冷たい。さすがに11月は、まあ、入ったら多分、あー、いい感じかな。うん、入ればそこまでって感じですね。いやー、どうですかこれ。ここね、やっぱプールの目線だったらほらいい感じじゃないですか。だいぶインフィニティっぽくね、プールの向こうがね、海になってて、いやー、いい感じですね。インフィニティプールってね、なかなか海外ではよく目にするんですけど、日本だと入れるところはやっぱ少ないんでね、レアですよ。でそれでいてね、このアメリカンビレッジのこの洋風な感じの雰囲気も味わえてね、いや、いいですねこれね。まあ、さっきからいいですねとか素晴らしい連発してますけどね、それほどまでになかなかね、この雰囲気味わえるプールっていうのは沖縄にも少ないんじゃないですかね。沖縄の中でもこの北谷っていうね、比較的こう街というかね、ショッピングとかそういうのも楽しめる街のエリアの中でこの雰囲気を味わえるのはね、いや、いいと思いますよね。まあこんな感じでね、リラックスして、日中過ごして、部屋も快適ですし、大浴場にも入れるし、いや、レクーいいですね。リゾートホテルとしてね、どんどんこれから、ね、ここの北谷以外のところでもね、ホテル作っていってほしいですね。ちなみにね、これ奥の方はどうなってるかと言いますとね、こんな感じで、ね、当然落ちても大丈夫なようにね、マリーナベイサンズのように奥の方はね、柵がありますので安心してください。でね、宿泊してるのは11月なんですがね、残念ながらね、プールに関しては10月までの営業なんですよね。ただあまりにも好評なためね、今は土曜日限定で11月はね、営業しているとのことです。夜になるとこの辺ね、プールもライトアップされてね、また違った顔を見せてね、とても良い雰囲気のようですね。こちらからね、花火が上がる日もあるそうで、なかなか今人気のスポットとなってるみたいですね、こちらのプール。カフェ&バーはこんな感じになっておりますね。とても開放的でね、光がたくさん入ってきていい雰囲気ですね。奥の方には、プールと海も見えますので、まあ、お昼もいいですけど、夜もね、ここのプールがライトアップされていい感じの雰囲気になるみたいですね。はい、大浴場の中はこんな感じになっておりますね。なんか間接照明とかも使われててね、とてもおしゃれな雰囲気ですね。で、浴室もね、浴場もかなり広いですね。いやー、でも本当リゾート地のホテルでね、プールもあって大浴場もあるっていうのはかなり贅沢ですよね。見てくださいよこれ、今まだ入っていませんけどね、水風呂も
こんな感じでありまして、水風呂があるということは当然こちら側にはサウナもあるんですよね。素晴らしいです。はい、こんな感じでね、サウナ室も整えられております。一応ね、男性の方はドライ式で、女性のサウナ室に関してはミスト式となっているみたいですね。はい、こちらは脱衣スペースですね。ここにロッカーがついておりまして、こちら側に、洗面台とドライヤー、ドライヤーはこれなんか最新式のやつっぽい、ね、ダイソンのやつですね。はい、こんな感じとなってます。はい、そして脱衣所スペースにはね、こちらお水と、まあ大浴場なのでね、コーヒー牛乳とか牛乳も売っておりますね。ホテルの真下にね、コンビニ、ローソンがありますのでね、これも利便性が高いですね。はい、ホテルから歩いてすぐのところにね、こちらアメリカンビレッジというところがあります。ここでショッピングとかグルメとかそういったものを楽しめますのでね、はい、ホテルの近くにこんなスポットがあるのは嬉しいですね。海ももちろん近くにありますね。はい、アメリカンビレッジがね、目の前に見えますが、ここからちょっと歩いたところにね、なんとビーチもありますよ、ね、こちらはサンセットビーチというビーチになりまして、その名の通りね、サンセットが綺麗に見えるビーチになりまして、あっちの那覇市の郊外ですかね、街中の方に沈みゆく夕日がとても綺麗に見えるでしょうね。ビレッジからすぐに来れるビーチもあるってね、ショッピングもできて、ね、ビーチでもちょっと散歩とかも楽しめますね。はい、アメリカンビレッジに行ってね、ちょっとお部屋に用事があってね、帰ってきたんですけどね、良かったですね、アメリカンビレッジね。まあ今まだね、実は7時半ぐらいで、で夜ご飯もまだ食べてないんで、またねアメリカンビレッジの方ね、この後行こうとは思ってます。一応このホテルはね、あのディナーとかランチをいただけるレストランはないんですよね。というのも、もう本当に目の前がアメリカンビレッジで、まあ、アメリカンビレッジを盛り上げていきたいっていう意味も込めてということなんでね、朝食はもちろんレストランね、あるんですけど、いや全然問題ないですよ、本当にね、アメリカンビレッジたくさん商業施設あるんで、ね、個人的にはあの辺りをうろうろするだけでもね、すごく楽しいですね。今夜の時間なんでちょっと外に出てきてみましたけど、あちらの方がアメリカンビレッジで、結構ライトアップが本当派手でね、いい感じで、雰囲気出てますよね。なんか外から音楽が聞こえますね。結構な音量ですけど、あっちか、あの辺で路上ライブやってますね。いやなんか日本じゃないみたいな、アメリカンな感じの音楽がね流れていますけど、いやでもコロナの時期ですけどね、普通にああやって路上ライブやって、まあめちゃくちゃ密になってるわけではないですし、ね、そんな声出してるわけでもないんで大丈夫だとは思うんですけど、いや雰囲気は盛り上がってていい感じですね。はい、アメリカンビレッジのあたりをねうろうろして、帰ってきました。じゃあね、今からちょっと大浴場にちょっとだけね、ここでぐだってから行ってね、そろそろ寝ようかなと思います。いやー大浴場入りましたよ。めちゃくちゃ気持ちいいですね。今浴場出たところのね、ちょっとラウンジっぽいソファーがいっぱいあるところでくつろいでるんですけどね、サウナもついてますし、天然温泉ですしね、いや贅沢な空間ですね。やっぱりホテルに大浴場があるとね、相当リラックスできますね。はい、でこの寝具もねめちゃくちゃいい感じですよ、ほら、ね、はい、ではここでちょっとだけリラックスしようかと思います。はい、時刻はもう12時を過ぎてますのでね、さすがに賑やかだったアメリカンビレッジもね、そろそろ静かになってきてます ね。僕もそろそろ寝ようかと思います。それではまた明日、朝食の方をお届けいたします。おやすみなさい。はい、まあ、何気ないですけど、このね、寝る前のベッド横のライトがね、間接照明っていうのがねいいですね。はい、それではおやすみなさい。おはようございます。朝になりましたね、マットレスいい感じでよく寝れましたね。なんかね、これマットレスの上にもう一個これほら敷いててね、ちょっとこだわりを感じますね。はい、それでは早速朝食の方に行ってみましょうか。朝食会場はご覧のようにとても広々としていてね、光がしっかりと入ってきて開放的な雰囲気で、アクセントカラーに青を用いたシンプルモダンなお部屋に似た雰囲気となってます。朝食はご覧のようにバイキング形式となっております。それではメニューの方見ていきましょう。
まずはこちら沖縄そば、そして沖縄の郷土料理の汁物や久米島のお味噌を使ったお味噌汁と、こちら側にはかなりたくさんのトッピングが用意されたお粥とかもありますね。お粥トッピングで小籠包とかもありますよ。この辺りにも沖縄の郷土料理、人参しりしりやゴーヤチャンプル、そしてパパイヤの黒糖漬け、アグー豚ローストポーク、アグー豚バーグとかもありますね。そしてなんとマグロやネギトロがありますのでね、ご覧のようなマグロ丼もいただけます。この辺りは一般的なグリル、シシャモやサーモン、グラタン、ポテトとかがあります。スクランブルエッグに目玉焼き、そして紫芋やアグー豚メンチカツと沖縄っぽさがあります。この辺りはちょっと最後の方でね、品が減っていますが、サラダバーになりますね。こちらには各種パンがありまして、サーターアンダギーという沖縄のドーナツ、ヨーグルト等があります。デザートもかなり充実しておりまして、こちら沖縄塩プリン、かぼちゃプリン、各種ケーキ、各種フルーツとかなりたくさん揃ってます。こちらソフトクリームもね、多種多様なトッピングがあってね、子供が喜びそうですよね。これは最後にドリンクですが、パイナップルジュース、マンゴージュース、水出しコーヒー、牛乳、三品茶と充実してますね。そしてまあホットコーヒーがね、こうやって、テイクアウト用のカップがあるのはね、とてもありがたいですね。はい、朝食バイキング選んできました。こんな感じでね、豪勢な、中身となっております。お昼とか夜はね、あんまり野菜が取れてないんで、朝は野菜をたっぷりとってね、ゴーヤチャンプルとか沖縄っぽい料理もありますしね、マグロ丼も美味しそうですね。ではいただきます。いや、朝食はね、会場の雰囲気もいいですし、種類もかなり豊富で、沖縄っぽい料理もしっかりと食べれてね、かなり満足度高いですね。食事自体も美味しかったです。はい、ではチェックインの時間になりました。いやー、こちらのレクーチャタンね、めちゃくちゃ良かったですね。あのね、今回まあ1万円を切る価格で予約してね、そのリーズナブルな価格の割には本当にね、コーヒー日常感とリゾート気分を味わえるので、めちゃくちゃおすすめのホテルですね。やっぱね、お部屋もね、これだけ広々としてね、落ち着いた空間ですし、館内はね、本当に、シンプルモダンと言いますか、シンプルな作りながらも青をアクセントカラーにしてるんでね、海をイメージしてね、リゾート気分を味わえてね、個人的には好きなカラーリングですね。プールもめちゃくちゃ豪華で、それでいて大浴場までついていて、ショッピングとかグルメを楽しめるアメリカンビレッジがすぐね、徒歩で行けちゃうっていうのはね、いやー、もうなんかいろいろ全て揃ってるので、で那覇空港から車で40分ぐらいで来れちゃうんでね、本当にリゾート気分を味わいにパッとね、沖縄旅行したいね、っていう方はぜひね、こちらのレクーチャタンの利用を考えてみてもいいと思いますね。まあ、ここを拠点にしてね、那覇にもすぐ出れちゃいますし、美ら海水族館のね、上の北の方にもね、ドライブで行ける距離なんでね、今回まあ泊まってみて、またねこちらのチャタンでね、ぜひ滞在したいなって気持ちがね、一層強くなりました。はい、それでは今回の動画は以上となります。この動画が面白かった、役に立つと思っていただけた方は、いいねボタン、チャンネル登録、コメント、動画よろしくお願いします。これからも旅動画たくさん出していきたいと考えておりますので、楽しみにしておいてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。